クラス替えアンケート。毎年3月が近くなると、クラス替えアンケートのことを思い出すんだが、俺以外に、こんな体験をした人はいるのだろうか。俺が小学校4年生の時の話で、俺が当時通う小学校は、結構大規模校で、毎年クラス替えがあった。春休み中、3月の終わりに、 先生方の理認識があって、その時に体育館に新しいクラスの名簿を貼り出すんだけど、親友や好きな女の子と一緒になりたいとか、毎年すごくドキドキしたのを覚えている。その年、3学期の2月に入ってすぐ、俺に一通の封書が来た。クラス替えアンケートという文字が表に大きく印刷され、 教材会社の主催になっていたんだけど、これまで調べた限りでは、その名前の教材会社は存在しないんだ。中身はどんな内容かというと、俺の小学校の4年生の中で、絶対に同じクラスになりたくない人の名前を1名書いてください、というもので、それを出した人には文房具のセットが当たるかもしれない、ということだった。 当時、俺は雑誌の検証に応募するのが趣味だったし、返信用のハガキが入っていたので、特に変とも思わず、同学年で一番嫌ないじめっ子の名前を書いて、出してやった。実は、俺はその名前を書いたやつと家が近所で、登下校で、よく嫌がらせをされていた。別のクラスだからまだ良かったものの、同じクラスになれば、 本格的ないじめを受ける可能性があって、絶対に同じクラスになりたくないと思っていた。5年生は6クラスあるから、可能性は低いんだけど。その後、すっかりそのアンケートのことは忘れていたんだけど、3月に入ってすぐに、同じ名前の教材会社から、大きな封筒が届いた。それで、前のアンケートのことを思い出したんだけど、内容は、 俺に文房具セットが当選したというもの。そこまでは不思議ではないんだけど、その文房具セットが送られてくるには、条件があって、一つやってほしいことがある、と書いてあった。それから、俺が名前を書いてあったいじめっ子と同じクラスにはならないだろう、ということも書かれていて、まだクラス外の先生方の会議も行われていない時期だったはずなので、 それはちょっと不思議だった。その封書の中には一つ、厳重に和紙でくるまれた、お守りのようなものが入っていた。その表には、俺が住んでいる地域から遠く離れた県名と、知らない小学校の名前、それから、五年生という文字と、やはり、知らない男の子らしい名前が、気味の悪い赤い字で大きく書かれていた。 それを、俺の住んでいる地域にある神社。これは古くて、由緒があるけれど、大きなところではなくて、普段はほとんど参拝する人もいない。忘れ去られたようなところなんだけど、そこの境内にある松の木に、3月8日の午後9時以降に、釘で打ち付けてほしい、という内容だった。それをやったら、検証のセットを送ってくれるみたいだった。 それから、その風書は、一歳が済んだら、前に来た者と共に、近くの川に流してほしい、とも書かれていた。これはすごく不思議で、最初は仲の良かった中学生の兄に相談しようと思ったけど、風書には、このことは誰にも話してはいけない、と書いてあったので、やめにした。神社は、自転車で5分程度のところにあり、 そのお守りのようなものを釘で火に打ち付けるのは難しいことではない。雪の降る地域でもないし。九時過ぎに十五分ほど家を空けるのは何でもなかった。その封書とお守りは自分の勉強机に入れておいた。三月八日になった。俺は手紙の依頼通りにやることを決めていて、夕食後、 九時を過ぎてから、そのお守りと、どこにでもあるような釘と金槌を持って、グランドコートを着て、自転車で神社に出かけた。その神社は、住宅街のやや小高い丘の上にあって、俺は、下で自転車を降りて、浜の狭い石段を登っていった。石段にも神社の境内にも、一つずつ街灯があったので、 暗いけど足元は見えた。もちろん、全く人影はなく、さすがに気味が悪くて、早く終わらせようと、コートのポケットから、お守りと釘と金槌を取り出し、走って何本かの鳥居をくぐり、神社までの参道から脇に入って、おみくじが結びつけられたりしている松の木を一本選んで、自分の頭の上くらいの高さに、 名前が書いてある方を表にして、真ん中に強く、二三度釘を打ち付けた。すると、手の中で、そのお守りが微妙に動いた感覚があって、俺は思わず手を離したけど、お守りは木に固定されて、落ちなかった。その時、十メートルほど離れた神社の脇から、急に人が出てきて、こっちに向かって大きな声で、 見届けたと言った。その人の姿は暗くて、後で思い出してみても、どんな服装だったのかもわからなかった。声は男のものだった。俺はもう、完全におじ気づいていたので、そのまま後ろも見ないで、金槌を放り出して、走って石段を下まで降り、自転車に飛び乗って家に帰った。その後、 俺がアンケートに名前を書いたいじめっ子は、その一週間後に、自転車に乗っている時にトラックに轢かれて死んだ。封書などは、指示通り近くの川に流した。4月に入って、有名なデパートから立派な文房具セットが送られてきたが、封書にあった教材会社名は、どこにもなかった。その後、一回も連絡はない。神社には、 何年も立ち寄っていなかったので、木に打ち付けられたものがどうなったのかはわからない。金槌をなくしたので、親父に後で叱られた。一番気になるのは、そのお守りに名前があった知らない奴だが、どうなったのかはもちろんわからないし、調べてもいない。改めて考えると、奇妙な体験で、 すべて自分が想像で作り出したことのような気もする。文房具セットは兄に随分羨ましがられたけど、単に検証に当たっただけなのかもしれない。こんな経験をした人って、他にいるんだろうか。地蔵の顔。小学校の頃、 通学路に小さな祠があった。その傍らに、背が四十センチくらいの地蔵が四つ、通学路の方を向いて並んでいたんだが、右端の地蔵だけ、顔が見えないように、顔の全面が布で隠されていた。上級生の噂だと、その地蔵は、顔を見た人間に呪いをかけるので、顔を隠されているのだという。 絶対にその地蔵の顔を見てはいけないと話題になっていたそもそもその祠は小学生が簡単には登れないような崖の高みにあり祠への道もあるにはあるんだけど崖伝いでちょっと危険だったしまた祠周辺も小学生には不気味で怖い感じだったので誰も近づこうとしなかったが ある日、同じクラスの A 君が、呪いが本当にあるのかどうか確かめると言い出して、仲間を連れて、その祠を訪れた。俺はその時同行はしなかった。四人でそこを訪れ、言い出しっぺの A 君が、崖を登って地蔵のところへ行き、残りの三人は、通学路でその様子を見ていたという。 実際に手をかけた A 君によると、顔の前面だけが隠されていただけでなく、さらに顔が何重にもぐるぐる巻きにされていて、内部は安全ピンなどで厳重に固定されていたらしい。A 君の手によって、ついに右端の地蔵の顔があらわになる。なんだ、顔の部分が壊れていたから隠してたわけじゃねえの。 ほら。ほらと見るように促された残りの三人も、通学路から遠目に、地蔵の顔を見た。その顔は、どうやら何か強い打撃を受けたようにひび割れ、砕け、ボロボロになっていたらしい。真相が分かったところで、A 君はまた、その顔を布で巻いておこうとした。が、 元の綺麗なふんどし型の巻き方がわからなくて、顔はぐるぐる巻いたものの、最後は、泥棒のほっかむりのように、顎の下で布を結ぶ形になった。以上が、小学三年の冬休み前の話。この後、冬休みを経た頃、A 君が鼻の病気になって調子が悪くなり、四年生になってすぐに手術をした。 A 君は、小学生ながら端正な顔をしていたんだが、手術の影響らしいんだけど、ちょっと顔の形が変わって、格好悪くなった。夏休みすぎ、自転車の事故で顔面がひどく傷つき、さらにそれから間もなく、家で夜間の熱湯をかぶったか何かで、顔を火けどした。その後、少なくとも、 中学を卒業するまで、その痕跡は残っていた。偶然かもしれないけど、地蔵をいじってから一年で、A 君の顔はまるで変わってしまった。A 君と一緒に地蔵を見た残りの三人は、何ともなかったので、俺たちの中の噂は、地蔵の顔を見ると呪われるから、地蔵の布をほどくと呪われるに変わっていた。 A 君の火傷から少し後、ある日の夕方、公園で遊んだ帰り、俺が友達と二人で歩いていて、その祠の前を通りかかった。ポロシャツのおじさんが、地蔵のあたりで背を丸めているのが見えた。その傍らに、ほうきが見える。掃除しているらしいのがわかった。おじさんが、 雑巾に地蔵を拭いているのも立ち止まって見ていた。右端の地蔵は A 君が巻いたほっか森のままである。おじさんは次にその地蔵を洗うのか、ほっか森は外そうと手を触れた。それほどいたら呪われるよ。俺はおじさんに声をかけた。お地蔵さんはお前らのこともみんな見守ってんだから。 呪ったりするわけねえべ。おじさんはニコニコ笑って、ほっかむりをほどく。地蔵の顔は綺麗だった。バイト帰り。四年前、私が大学生の頃の話です。当時、都内で一人暮らしをしていました。 マージャンが好きで、最寄り駅の近くの雀荘でバイトをしていました。ちなみに男です。大学も、この最寄り駅から通学しており、学校帰りにそのまま行けるので、立地にも満足していました。問題は、この最寄り駅や、バイト先から自宅へ帰るルートなんですが、普通の道路を通って帰ろうとすると、長い登り坂を、 ゆるいカーブを描いて登っていくしかありません。これは自宅から離れていくような曲がり方になっており、非常に遠回りとなってしまいます。そこで普段から自宅と駅のちょうど間にある公園を突っ切っていました。この公園ですが、駅側から行くとお寺の横の細い道が入り口になっております。細い道の両側は、 2メートルほどの高さのコンクリートの塀が立ち、左手はお寺、右手は墓地となっています。細い道を100メートルくらい進むと、公園が見えてきます。公園は、胃蝶や桜の木で囲まれており、少し進むと、開けたところに砂場やブランコがあります。道は続いており、さらに木々が茂った道となり、右手には、 昔は看護師の独身寮になっていた建物があります。と言っても、独身寮の入り口は公園とは反対側にあるので、入ることはできません。さらに、今は使われなくなり、窓には板が打ち付けられています。この建物のベランダが公園側に向いていますが、ボールよけの網があるため、敷地に入ることはできません。 先に進むと階段があり、登るといくつかの遊具がある広場へ出ます。こちらも、周りはコンクリートの塀と木々に覆われています。さらに進むと、分かれ道になっている場所へ出ます。右に曲がると、隣接する神社の境内へ、まっすぐ行くと、道路へと出ます。自宅がこの公園の出口からすぐのところにあるため、 このルートを使用していました。それは、4年前の11月のこと。その日は、午後から天気が崩れてしまい、大雨でした。私のその日のスケジュールは、授業とバイト。授業を終えた頃に雨が降り出したので、持ってきた折りたたみ傘を使い、移動します。バイトはいつも通りこなし、 夜十二時に仕事を終えました。まだ雨は降っていました。雨が激しかったため、持っていた折りたたみ傘では防ぎきれないと思い、バイト先で傘を借りることにしました。バイト先の傘とは、急な雨の際にお客さんに貸す傘で、ジャンソー名と管理番号が書かれたテプラが貼ってあるものです。大きめのビニール傘で、番号は、 1>, 1から10番まであります。お客さんに貸す際に、誰にいつ貸したかを控えておくために、番号がついています。私は、店長に了承を得て、7番の傘を借りて店を出ました。当然ですが、辺りは真っ暗でした。さらに大雨ということもあり、寒かった記憶があります。 公園へと続く細い道へと入りました。伝統がないため、細い道に入るとすぐに、それまでよりもさらに暗くなります。こんな日だし、遠回りでも、車通りのある道で帰ればよかったかと思いましたが、いつもの癖で、公園まで来てしまいました。ここまで来てしまったら、さすがに引き返すのは面倒なので、 そのまま帰ろうと足を進めていたのを覚えています。公園内は階段で分けられていますので、ここでは仮に階段を上る前にある広場を1階とします。1階には遊具の他にトイレと電灯とベンチがあります。トイレにも電気があるため、入り口の細い道よりは少し明るく感じますが、 それでも、夜は暗く、寂しい場所となっています。普段から歩き慣れていたのですが、人とすれ違ったことは、数えることしかありません。さらには雨ですので、人がいるなんて全く考えていませんでした。でも、赤い服を着た女性が、ベンチに座っていました。女性はベンチに座り、 自分の膝に肘をつけて、顔を手で覆っていました。傘を持っていないのか、ずぶ濡れでした。一瞬驚きましたが、このまま見て見ぬふりをすることができず、どうかしましたかと、声をかけました。返事はありません。私は、バイト先の傘をベンチに立てかけて、言いました。 もう一本傘を持ってますので、これを使ってください。返事はありません。少し不気味でした。傘を残し、その場から離れ、家を目指しました。公園内の階段を登る途中で、やはりあの女性が心配になり、警察に連絡しようとしましたが、携帯がありません。バイト先で充電をしたまま忘れてきてしまったようです。 最悪でした。でも、携帯電話は必要でした。その日は確か木曜日で、月、火、水、木というバイトスケジュールだったので、どうしても取りに行きたかったのです。バイト先へ戻るために、来た道を引き返します。風を貸してから、ほんの2、3分しか経っていませんでしたが、ベンチに女性はいませんでした。 その後、小走りで公園の駅側の出入り口まで行きましたが、女性は見当たらず、公園内にはトイレがあるため、そこに行ったのかと思い、深くは考えませんでした。バイト先へ戻り、携帯を回収しました。寒かったので、ホットコーヒーを飲みながら、店長には、傘の件を簡単に説明しました。店長は、 傘を見知らぬ女性に渡したことよりも、そこに女性がいたことについて、怖がっていました。さらには、その状況で近寄るとかありえないし、そもそも公園のルートで帰るとか、アホじゃないのかと言われる始末。ちなみに、店長は女性です。怖がらせたくはなかったので、女性が無反応だったことや、 終してで顔を覆っていたままだったことは、捨てておきました。店長にアホ呼ばわりされましたが、少し出来事を振り返りました。夜十二時過ぎに、大雨の中、人気のない公園で、ズムぬれになっている女性。しかも、話しかけても返事はなく、顔も手で覆ったまま。確かに不気味です。 その後は、公園を通らずに帰りました。家に帰って、1時間ほど経ちました。すでに部屋の電気は消し、布団に入っていました。ピンポン。インターホンが鳴ります。自宅はワンルームだったんですが、玄関が1階で、ドアを開けるとすぐに階段があり、部屋は2階という作りでした。 備え付けのインターホンがカメラ付きだったので、人が来たときは階段を降りずに確認ができます。モニターを見ると、さっきの女性が映っていました。手で顔を覆っていました。ピンポン。手で顔を覆ったままなのに、インターホンが鳴ります。おかしい。私は、 モニターを見つめたまま固まっていました。一分ほどするとモニターの画面が消えました。インターホンの仕様で予備人に出ないと勝手に画面が消えるのです。その刹那、ドアがガチャ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 。もう泣きそうでした。布団をかぶり震えつつも じっとしていました。30分くらい経つと、またインターホンが2回鳴り、ガチャ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 。それが朝の4時まで続きました。5時になると、店長が退勤の時間なので、電話をしました。店長は、まだ店の中にいて、帰る準備をしていたそうです。店長に電話をしたのは、 傘の剣を話しているのが店長だけだったからです。この時は、携帯を取りに戻って本当に良かったと、心の底から思いました。自宅には固定電話を引いていませんでした。さっき傘を貸した女性が、家のドアをガチャガチャし続けてくるんです。出来事を話すと、店長も泣きそうでした。 怖いので迎えに来てほしいとお願いをしているところ、キャー店長が叫びました。これは後から聞いた話ですが、私と話している途中に、ゴンという音が、店のドアから聞こえたそうです。店のドアは、ガラスでできていて、外が見えるのですが、そこには、手で顔を覆った、 ズムネれの女性が立っていたそうです。悲鳴を上げ、一瞬目をそらすと、女性の姿はなくなっており、ドアの外には、バキバキに折れた傘が置いてあったそうです。その後、さすがに引っ越しましたが、バイトは卒業まで続けました。今でも客として通っていますが、あれ以来、奇妙な出来事は起きていません。 店長を含めてよく飲み会をしますが、毎回この話が話題に出てくるほど、怖い体験でした。宝部屋。俺が先生としたっていた人の宝部屋の話。ことの始まりは、今から7年前。 あの頃の俺は、怖いもの知らずの小学生だった。当時、住んでいた土地は、山と田んぼが広がるのんびりしたところだった。誰も家に鍵をせずに外出するような、そんな大らかなところ。けど、俺の場合は飛び跳ねてて、学校の先生によく注意されたし、親にはよく叱られた。それで当時、 俺は同級生二人とつるんで、いろいろと問題を起こしていた。万引きこそはしなかったものの、いろいろといたずらをしては怒られた。それで本題なんだけど、同じ町内に面白い噂のある家があった。その家には離れがあって、その離れの二階は倉庫になっている。そしてその二階には、 プラモやおもちゃが大量に積まれていると。当時はガンプラが流行ってて、一番欲しい時期だった。けど、買いに行くには、隣町のショッピングセンターまで行くしかなかった。なんせ、何もない田舎町だから。それで、俺たち三人、その鋼の家に忍び込んでみようって話になった。今思うと、 これって立派な犯罪。本当に当時は怖いものなしだった。当日、俺たちは近くにある空き地に自転車を止めて、目的地の離れの家に向かった。距離にして二十メートルくらいかな。さすがに、自転車をその家の前に止めたらまずいから。その家に近づいてみると、母屋にも離れにも、人の気配はなかった。それで、 離れの家の方、ドアが一つあったんで、素早く開けて中に。ドアを開けると、すぐ目の前に階段で、そのまま俺たち三人、登っていった。登りきると、目の前は宝の山。当時その二階は、まだ何もない建築途中の部屋だった。なんていうのか、後で聞いたら、 20年前に1回だけ部屋を作ったんだけど、2回はいつか作るってことで、長いこと放置されていた状態。下も壁も木が剥き出しで、埃が溜まっていた。そんな中に、あるはあるは、ガンプラの山。正確には、ガンプラ以外のゾイドやおもちゃや、古いプラモもたくさんあったけど、興味ないし、それより、 当時流行っていたガンプラを三人で奪い合ったりしていた。人様のものを奪い合うって、あの頃の俺たちはどうかしていた。結局、小学生の腕じゃそんなにたくさんのものを持てないし、それでも一人三個くらい大きな箱を運び出してもらっていくことにした。あんまりたくさん持っていったらまずいし。 それで品定めをしていると、冷静になって思い出すんだが、その2階には、他にも色々とあった。隅っこの方に、大きな、なんていうのか、本をしまっていく木の入れ物があったんだ。しかし、ガンプラ目当ての俺たちは、そんなものを軽く無視して、5分くらい品定めをして、もらっていくものを3個決め。 誰にも見つからずに運び出した。だけど、さすがにそんな無茶苦茶なことをすれば、バレる。さっきも言ったけど、ガンプラなんて買える店はないし、そんなでかい箱を何個も持ち帰ったら、親だって怪しいと思うに決まってる。案の定、友達の一人の持ち帰ったガンプラが見つかって、追求された。どう考えても、 そんなにお小遣いを持っているわけでもないし。それで、厳しく追及されて、結局俺たち三人がやったのが、すぐにバレた。俺は、親父に思いっきり引っ張たかれたよ。それで、俺たち三家族揃って、その家にお詫びに行くことになった。盗み出したガンプラと、菓子折りを持って、 それで客間に通されると、四十くらいの男の人がやってきた。とても物静かな感じで、安気味の人だった。あまり血色の良くない人だった。つまり、あのプラモの山は、この人の持ち物だったわけだ。それで、俺たち三家族全員、その人に向かって頭を下げて、謝罪した。 ガンプラと菓子折りを出して、納得いかないなら、親たちは全額弁償すると言った。けどその人は、子供のしたことだから構わないと言ってくれた。勝手に持ち出したのは良くないけど、謝ってくれたのなら、気にしないと。しかし、その代わりと言って、俺たちに質問を始めた。聞いてきたのは、青年月日だった。 そして、それだけでなく、どの時間帯に生まれたかまで詳しく聞くんだ。するとその人は、自分の左手の人差し指から、小指までの4本を揃えて、手のひらを見始めた。その手のひらの上で、親指を移動して、それで、1分くらい、その人が手のひらを見終わった後、俺に声をかけてきた。 ガンプラー返さなくていいから、俺だけ明日からここに通いなさいと。明日から、夕飯を食べたらここに来て、勉強を教えると。他の二人も、ガンプラーを返さなくていい。今日はもう帰っていいと。その時は、理不尽だなと思った。ガンプラー返さなくていいのは嬉しかったけど、なんで俺だけその人、 実は大学院卒で、親は学校の勉強を見てくれると期待していた。俺は俺で、学校の勉強をさせられるのかと、うんざりした。けど、その人は学校の勉強じゃない、中国語を教えると言った。なぜガンプラを盗んだ俺が、中国語を勉強することになるのか、俺も親も、全く理解できなかった。 しかしその人は、嫌なら無理じいはしないと言った。別に勉強に来なくても、ガンプラは返さなくていいとも。まあ、その場合小 OK の返事を出した。退屈でつまらなかったなら、一回きりで行かなければいいと思って。親としても、ガンプラもらったんだから、一度くらいはお付き合いしろ、みたいなことを言った。その次の日、 その人の夕飯が済んで、七時ぐらいから勉強が始まった。中国語の勉強か、なんて思っていたが、内容は全然違っていた。その人は、まあ、これからは先生と呼ぶけど、最初に先生は4、四×四マスを紙に書いた。これは何と俺が聞くと、先生は、宇宙だよと答えた。 左上の 3×3 の9マスの外周が8個。これは、いろいろな物事の様子が8通りに分けられる、ということ。左から3番目の一番下のマスから、時計回りに12進むと、右下の隅のマスになる。それは、1年が12ヶ月あることを示している、と。少し高度になると、 星の飛ばし方とか。つまり、これは知っている人なら知っているけど、中国の占いの基礎だった。当時の先生は、俺に占いを教えようとしていた。先生は若い頃、学生時代にいろいろな場所に行ったらしい。主に占いの勉強のために、偉い先生に会ったり、本を買いに行ったり。それでお金を貯めて、 台湾に行って、達人に教えてもらったりした。今思えば、先生の占いの腕前は、とてつもなかった。テレビに出演しているタレント占い師では、足元にも及ばなかったと思う。命理、風水、仮想、疫学、すべてに精通していた。例えば、家を見るだけで、 どんな人たちが住んでいるか、どんな生活をしているかまで、正確に見抜いていた。それは、台湾でいろいろな達人の方に手ほどきをしてもらったからだ、と言っていた。占いという点では、日本は台湾の足元にも及ばない、が口癖だった。しかし、先生が得意なのは、占いだけじゃない気配があった。なんていうか、 占いは表の顔、みたいな感じで。台湾で学んできたのは、占いだけじゃなかったように思う。俺の勘だけど。それで勉強も含めて、そんな先生の話も面白かったんで、通い続けた。まあ、時々ガンプラをくれるからって下心もあった。それである時、俺は先生に、 あの部屋はお宝だらけだね、と言った。そんなにすごいお宝を見つけたかい、と先生は聞き返した。あれだけガンプラがあれば最高じゃん、と答えた。そんな俺に、先生は笑っていたんだけど、確かにガンプラもお宝だね、と。先生一人でお宝一人占めいいな、と言うと、それは違うと言われた。 あそこにあるプラモやおもちゃは自分のものじゃないと。じゃあ誰のかと聞くと、先生は笑ってごまかしてしまった。普通の泥棒だったら怒るかもしれないけど、子供たちだから許してくれたと。先生が許してくれたんでしょと聞くと、そうじゃなかった。そう言うと先生は、棚から二つの赤い木片を取り出した。それは、 声というものだと教えてくれた。三日月を不格好にしたような形の木。それを投げたら、子供たちを許すという結果が出たらしい。当時の俺には、何のことかさっぱりだった。多分君たちだから、この家の敷地内に入ってこられたんだ、と言った。じゃあ、本当の泥棒が来たらどうなるのかと聞いたら、 入れないだろうと。この家は、見た目は普通だけど、実は要塞だからねと笑っていた。塀もなければ鍵もかけていない家なのに、と、わけがわからなかった。そんななわんかな対策じゃないよ、と先生は言った。例えば、この家で最も守りが固いのは、あの離れの2階と、先生の部屋だと言った。 特にあの二階は、厳重に守られていると。たとえ世界一の泥棒だろうと、あの二階だけは絶対に破られない。と先生は言った。小学生が簡単に入れる二階なのにね。すると先生は笑い、普通の泥棒が入れば、壁に囲まれる。と言った。そして、泥棒はどれだけ壁を越えても越えても、 壁が続き、閉じ込められると。俺には、何のことだかさっぱりわからなかった。確かに、離れ二階は広かったけど、それでも普通の家と同じぐらいの広さだ。しかも、壁に囲まれるような仕掛けは、どこにもなかった。はと首をかしげる俺に、先生は最初の勉強で教えたろう。 あの、四かける四マスの図が答えだ、と言った。ますますわけのわからない俺に、先生は笑いながら言ったんだ。勉強すれば、君にもわかる日が来るよと。しかし、今思えば不思議な家だった。あの地区は、時々空き巣が発生するんだ。大抵の家は、何らかの空き巣の被害にあったけど、 先生の家だけはなかった。別に、ボロボロの家だからとか、お化け屋敷とかじゃなく、普通の家なのに。それによく鳥が集まる家だった。あの一帯の集落、電線はそこかしこにあるのに、なぜか先生の家の近くの電線に集まっている。それで、いろんな鳥の巣なんかもよく作られていた。 先生が占いを教え始めてから何か変だなと思う時があった。当然、当時の俺は占いを教えてもらうなんて初めてだったし、けど戦術に関する有料セミナーとかって結構ネットなんかで見かける。おそらくあんなセミナーでは絶対に教えそうにないことを教えられたんだ。占いを極めるには、 占い以外にも精通していなくてはいけないことがある、と。先生は、そのあたりの基礎も含めて、俺に教えていたんだ。例えば、人を殺してはいけないというのは常識だが、じゃあ、どうして人殺しをしてはいけないのか、と聞かれたら、なんて答える。法律で罰せられるからか、世間から冷たい目で見られるからか、じゃあ、 誰にも知られず、証拠も残さなければいいのか。そうじゃない、と先生は言った。人間社会のではない、この世界の法律がある、と。正確には、この世もあの世も含めた、決まりや法則があるんだと。その点から、殺人は許されない、非常に罪が重い行為なんだ。 人間社会のみの一般常識ではなく、世界全体の一般常識という感じ。このことをよく知らずに占いをしていたら、悪いことが降りかかってくるのに気づかない、と。しかし、現実に日本だって、占いをしている人はたくさんいる。テレビとかにも、たくさん出ている人がいるし。すると先生は、そんな人たちでも、 知らないうちに危険な目に遭っている、と言った。それで、ある一定のレベル以上の占いだと、特に危険になると話してくれた。例えば、死人数という占いがある。台湾ならともかく、日本でそこまでのレベルに達した人は、一人しか知らないと。これは、本当に数えきれないほどの、 若造を踏んだ人だけが到達できる境地だと。そういう人たちは、あるとき、あメイリとはこういうことなのか、と気づくんだ。その領域に踏み込めた人たちは、途端に多くのものが見えてくる。けれども、それは同時に、非常に危ないことだと言っていた。以前、先生はとある人の命運を見に行ったことがある。 その帰り道、電車に乗っていると、向こうの車両から何かが迫ってくる。それは、先生が鑑定した人に取り憑いていたものだった。結局、先生は追いつかれて、疲れてしまった。それが何度か重なったせいか、先生はあまり顔色は良くなかったらしい。それで、なぜ追いかけてきたか。 追いかけられないようにするには、どうするか。そのための一般常識も含めて、俺に学ばせていた。とある決まりや法則から、追いかけられる理由が分かってくるから。まあ先生の場合は、かなりレベルの高い人に限っての話。しかし実際は、そこまでのレベルでなくても、ある程度の危険は伴ってくると。 占いを実行すると、先生ほどじゃないけど、それなりの危険は生じてくると。だから先生は、占いを勉強して身につけても、軽々しく使っちゃいけないと言った。なら、なんで先生は、使っちゃいけない占いを、俺にそこまで勉強させたのか。先生は、占いに関しては、とてつもなく内容の濃い勉強を俺にさせた。 例えば、死人数の勉強内容も、その辺の日本のセミナー講師が、裸足しで逃げ出すくらい。なんせ、先生は俺に、名板を書かせない方法で学ばせていた。頭の中だけで、100以上の星の位置をイメージするように命令していた。しかも、その頭の中で、星を飛ばせと。流派によっては、 輝度の低い星は無視するんだが、それでは精度が落ちると言っていた。ガンプラはくれたけど、小学生にひどい要求をする先生だった。まあつまり、そこまで勉強させておいて、実は使えないんじゃ、げんなりだ。すると先生は言っていた。別に、死人数を勉強させるのが目的じゃないと。次に、 パーツを勉強してもらうけど、それも本当の目的じゃないと。これらはみんな、次の段階のための基礎勉強に過ぎないと言った。一つ上の段階へ進めば、内容はそれだけ高度になるからと。今は基礎だけど、その辺の占いの先生以上にはなってもらいたいという、ひどい基礎勉強だった。ただ、先生は妙なことを言った。 仮に、シビト2とパー2を習得したら、第1段階終了。先生は、全部で5段階のカリキュラムを用意してある、と言った。けれども先生自身、4段階を終了して、最後の5段階目の入り口に立ったに過ぎないと。ようやく、5段階へ続く入り口を見つけたと話してくれた。20年以上勉強していて、 ようやく見つけることができたと。先生は、四十になって、初めてそこへ到達した。そう言って、先生は謙遜していたけど、これはこれで考えるとすごい。先生は才能があったからこそ、四十過ぎとはいえ、そこに到達できたと思うから。実際、一生かけても、 先生のそのレベルまで到達できる人なんてほとんどいないと思う。俺が見るに日本では第一段階も突破できない人が先生呼ばわりされている場合もある。そういえばその5段階のカリキュラムについて面白いことを言っていた。昔の中国にとてつもない賢人がいたんだと。その賢人はわずか10代で 四段階まで完全習得したらしい。先生と同じレベルに、二十歳前に到達していたなんて、信じられなかった。その時代にも、頭のいい人はいっぱいいたけど、その人物は群を抜いていたんだと思う。けれど、本当にその賢人がすごいのは、それからだった。なぜなら、その賢人は三十歳前に、 その五段階目の学問を自分自身で作り上げたんだから。つまり、先生が最後の目標と目指している段階の戦術の創始者だ。正確には、三十歳前に召し抱えられたせいで、それ以上進むのが難しかったらしい。それまでひっそりと暮らしていて、学問を続けていたけど、ついに見つかってしまった。 本人は自分自身の戦術を体制したかったんじゃないか。もし召し抱えられなければ、さらにすごい戦術体系を完成させたと思う。けど、猛烈に頭を下げられたんだろう。それだけの大賢人なら、何が何でも配下にしたいっていう気持ちはわかるけど。あれから、賢人と呼ばれる人物は、数多く歴史に登場したけど、 すべての人々はあの大賢人の背中を追いかけてるに過ぎないって先生は話していた意味言葉私は中学校の国語の教諭ですが部活動は担当していないので土日は時間がありますそれで人に勧められたこともあって 地域の俳句の会に入りました。周りは仕事を引退したおじいちゃんがほとんどで、女性会員は数人しかおらず、随分可愛がっていただきました。月2回集まって5,000の句会をし、年に2回、銀行の会がありました。銀行といっても、市販役の大学の講師の先生が、 大型バンを運転してくださり、日曜日に日帰りできる近場に行くだけです。その銀行は5月の連休の一日で朝から晴れていて、とても気持ちのいい陽気でした。その会の出席者は9人だったと思います。私は車の中で水筒のお茶を飲んだりしながら、 朝の集合時に言われた石台を考えていました。石台は立夏でこれで一句。それから5月の自由代で一句俳句を作って昼食をとり教育神社の集会所を借りて句会をする予定でした。神社は自分たちが住む町から車で2時間くらいのところで主な御祭人は くくり姫の見事です。大きな神社の駐車場で車を降り、社殿までの道すがら、みんなで歩きながら、時々立ち止まって、野草の名前を教えていただいたりしました。そして、メモを出して、俳句を考え始めました。立夏は難しい題ではなく、どうにかなりそうでした。 神社の神域に入って、蝶図を取り、お参りをしようとしたとき、突然空が暗くなり、西の方に、ものすごい太い稲光が走りました。そのとき、近くにいた区会のメンバーの S さんが、うお、と大声を上げたかと思うと、鼻と口から黒っぽい血を噴き出し、目を見開いて、硬直したようになって、 真後ろに倒れました。ドーンという雷の音がして、その瞬間に、山道の脇にある小さな親白の観音開きの戸が、すべて開きました。その直後に、大粒の雨が、ものすごい急で降ってきました。師範の先生が、こちらを見て駆け寄ってきました。そして、 私ともう一人の方と三人で、S さんを社務所の中に運び込みました。S さんの様子を見て、すぐに救急車が呼ばれ、一緒に来ていた奥さんが一緒に乗り込んで、病院に向かいました。その後、師範は社務所の新幹の方と話していましたが、雨の中から S さんの手帳を拾って、戻ってきました。 その手帳を新刊に見せると、新刊は、あっと驚いた顔に変わりました。その後は、みんなで昼食を食べ、区会は取りやめにして帰りました。神社から離れると雨が上がり、元の初夏の空になりました。師範は、携帯で S さんの奥さんと連絡を取っていましたが、S さんはそのまま、 お亡くなりになったそうです。次の句会で、師範から驚くべき話を無理に聞かせていただきました。あの神社には、とても古くから伝わる意味言葉があり、それは、特別まがまがしい意味ではないのですが、日常的にはまず使われることのない古語で、神域の中でその言葉を発したり、書いたりすると、 立ちどころに、そのものには神罰が下るんだそうです。S さんが倒れたことと天候の急変で、ふとこの言い伝えに思い当たった瞬間が S さんの俳句手帳を見ると、そこには作りかけの俳句とともにはっきりとその言葉が記されていたのだそうです。私は士官の話について、 当時は半信半疑でしたが、国語を教える者として、言霊というものはあると考えておりましたので、今では、この話を信じかけています。